ブルーミンデイズ。日々これ良き日。皆さんこんにちは。時刻は午後3時を回りました。 85.4 メガヘルツ東京854ブルーミングデイズ日々これ良き日。この時間のお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子です。先日内閣府の食堂にビーガン三色海鮮丼が登場したというニュースを目にしました。一見すると鮭とイカとイクラが丼の上に乗っているように見えますが、使われている食材はすべて植物性のもの。鮭は大豆ミート、イカはナタデココ、イクラはこんにゃく粉と昆布の成分でできた水卵を使っています。これは内閣府の食堂を運営する日国トラストが、元ビートルズのポール・マッカートニーさんらが提唱している週に1日肉を食べない日を設ける取り組み、ミートフリーマンデーに賛同して行っているもので、現在では気象庁や国会議員も利用する衆議院第二議員会館食堂などでビーガンメニューの選択肢が用意されています。イギリスのミートフリーマンデーのサイトによると、週1日肉を食べない生活を1年間続けると、車で約700km 移動するときに出す温室効果ガスとほぼ同量の削減ができるとのこと。マンデーと謳ってはいますが、月曜日にこだわらなくてもいいと言います。最近よく耳にするビーガンという言葉、ベジタリアンと同じような意味なのかなと思っていらっしゃる方も多いかと思いますが、ビーガンとは人間による動物からの搾取に抗議し、動物性食品や動物由来の食品一切を食べないこと、およびそのような主義を持つ人のこと。衣食他すべての目的において実践不可能ではない限り、いかなる方法による動物からの搾取および動物への残酷な行為の排斥に努める哲学と生き方を実践している人のことをそう呼んでいます。菜食主義を表すベジタリアンと似たような意味合いのように感じるかもしれませんが、一般的なベジタリアンが肉や魚を食べないのに加え、ビーガンは卵、乳製品、蜂蜜など動物由来の食品も口にはせず、また毛皮および皮革、ウール、シルクなど動物製品も購入、使用しません。ビーガンという単語は1944年、イギリスにおいてビーガン協会の共同設立者であるドナルド・ワトソンによって作られた言葉ですが、完全菜食主義者、絶対菜食主義者と訳されることの多いこの言葉、食事だけに限らないビーガニズムの定義に正確に合致していないため、菜食主義という言葉の代わりに脱搾取主義、脱搾取主義者という言葉を使うこともあります。菜食主義自体は古代インドや古代ギリシアまで遡ることができますが、肉食を避ける人々の呼び方としてベジタリアンという言葉が使われるようになったのは19世紀に入ってから。インターネットで出回っている情報として、1847年にイギリスベジタリアン協会が発足した際に、ラテン語で健全な、新鮮な、活力のあるという意味のベジュトゥスが語源と書かれているものを多く見ますが、オックスフォード英語辞典によると、それ以前からこの言葉は存在しており、英語のベジタブルに人を表すタリアンの語尾をつけたものが実際の語源のようです。今日は最近話題になっているビーガンをテーマにお送りいたします。This program is brought to you by Neo Japan Style 85.4 Tokyo 854
for the road all my life. Thirsty for adventure all my youth. Chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason. I keep the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation. Steam coming up off the stove. Photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of主義の歴史は古く、紀元前7世紀、生命への寛容を教えていたインダス文明から始まったと言われています。紀元前6世紀、古代ギリシャの哲学者ピタゴラスが創設した教団では、オルペウス信仰のため食肉を嫌い、動物を殺すことは殺人に、食肉は食人に等しいと考えていました。ピタゴラスが実際に菜食主義を主張したかは不明ですが、オイディウスの変身物語15章では、ピタゴラスが厳格な菜食主義を主張しているため、
この逸話を通して英語圏の人々にピタゴラスはよく知られ、19世紀にベジタリアニズムという言葉ができるまでベジタリアンのことを英語ではピタゴリアンと呼んでいました。一口に菜食主義といってもその分類は多様で、欧米の考え方では卵と牛乳を許容する一方で、日本のマクロビオティックでは魚を許容することがあり、またビーガンのように動物を食料とすることを一切避け、動物性食品だけでなく動物性製品全般を避ける菜食主義もあります。国際ベジタリアン連合では乳製品と卵は食べるオボラクトベジタリアン、乳製品は食べるラクトベジタリアン、乳製品、卵、蜂蜜などの動物性食品を一切食べず、食用以外の皮革製品、シルク、ウールの使用も避けるビーガン、食事のみがビーガンであるダイエタリービーガン、果物、トマト、ナッツ類など木に実り植物の生命に関わらない食品のみを食べるフルータリアンと分類していました。菜食主義は宗教と密接に結びついており、不摂生会といわれるアヒンサ思想の発祥地であるインドでは、遅くとも2000年以上前から菜食を奨励する宗派が存在していました。現在インド発祥で菜食主義を奨励している宗教はヒンドゥー教とジャイナ教が代表的であり、国民の 31% がベジタリアンと言われています。またキリスト教でも最も厳しい節制をしていたカトリックでは20世紀後半から大幅に緩和されたものの、かつては肉、卵、乳製品が禁じられており、正教会ではさらに魚肉、オリーブ油も禁じられていました。宗教改革以前からあるキリスト教の教派には金曜日などの特定の曜日、四旬節、対抗節にベジタリアン的な料理を作り断食を守る伝統も残っています。一方で仏教では自らの手で摂取をすることは禁じられていますが、現存する最古の仏教の宗派である上座部とチベット仏教では肉食は禁じられていません。生き物の摂取を禁止する仏教において肉食が禁止されていないことに矛盾があるように思われますが、これは当時の肉食に関する宗教論争と関係します。仏教の起こった当時のインドにおいては、仏教だけでなくジャイナ教などの多くの宗派が不摂生を標榜していましたが、これに対して仏教は間接殺を理論的に突き詰めることの限界を理由に中道を掲げ、実際に生き物を殺す直接殺のみを明確に禁じ、間接殺においてはあくまでももらい物の肉や殺すところを見なかった肉、供養のために殺されたと聞かなかった肉、自分のために殺された疑いのない肉という三種上肉であれば食しても問題はないとされました。多くの宗派では平安時代より明治時代に至るまで国の法律である総二条や江戸幕府による寺院法度などによる刑罰、寺院内での規約である審議があったために、それら法規に従って肉食祭祭の禁制を守っていましたが、明治となり政府が国家神道政策を打ち出すと総二条などの法規は廃止され、明治5年1872年僧侶の肉食、祭祭、畜発など勝手たるべしことと宣言しました。これにより僧侶の肉食祭祭に対する刑罰はなくなったものの、一定の厳しい修行期間、修行僧は精進料理のみを食して一切肉食することはなく、肉食会を遵守するという宗派は今も多くあるようです。宗教と密接に結びついている菜食主義ですが、一方でレオナルド・ダ・ヴィンチやルソーなど動物を殺すことや畜産動物の取り扱いを理由に菜食主義を貫く人々も多く存在しました。また後期ルネサンス以降、新大陸から入るジャガイモ、トマト、トウモロコシなどの産物が
皮膚疾患などの予防に劇的な効果をもたらしたため、菜食主義こそ健康的な体をもたらすという文脈で語られることもありました。他にも畜産のための森林破壊などの環境保護や摂取カロリーの調整を目的に菜食主義になった人々もいます。主要100カ国におけるベジタリアンなどの人口は欧米諸国を中心に毎年約 1% 近くの増加傾向にあり、2018年には約 6.3 億人に達しています。特に先進国では映画スターやモデル、作家など人々に強い影響力がある人たちが先頭に立って、資源や環境の問題や動物の権利を守る生き方を広めたことで、一般の人に広く賛同の輪が広がりました。かつて変わった人たちと思われていた菜食主義は、今や世の中のメインストリームになりつつあるようです。When you hear desolation call your name, it appears in a voice full cold with pain. When you feel your desperation turn its gaze, to your woven sheets of gray, slow down.東京854ブルーミングデイズ日々これよき日、毎週月曜日午後3時からの1時間、知らなくても困らないけど知っているとちょっと嬉しい話題をお届けしています。素敵な音楽とともに皆様をお待ちしております。 Tokyo 854ブルーミングデイズ日々これよき日。
ガスターやモデル、作家などだけではなく、最近ではパフォーマンス向上のためにビーガンになったスポーツ選手も数多くいます。しかしそんなビーガンたちに憧れ、簡単な気持ちでビーガン生活に挑戦すると健康を害する可能性が非常に高いので注意が必要です。一般的にベジタリアンは肉や魚などを食べる非菜食主義者に比べて病気にかかりにくいと言われています。これは菜食中心の食事では飽和脂肪酸やコレステロールの摂取が少なく、多くの食物繊維、ミネラル、マグネシウム、カリウム、ビタミンなどを摂取できるからと言われています。栄養学の視点から見ると、菜食主義のメリットとして内臓脂肪の減少、疲労感の減少、心臓病発症リスクの低下、動脈硬化や高血圧の予防、便秘の改善、大腸がんのリスク低下が挙げられますが、一方ではタンパク質、必須アミノ酸不足による筋力や集中力の低下、亜鉛不足による免疫力の低下、ビタミン B12 不足による貧血、ビタミン D 不足による骨粗しょう症のリスク上昇などのデメリットも存在します。ただ単に動物性タンパク質を一切取らないだけでは、かなりの確率で体調を崩します。正しく実践しないと栄養失調や頭痛、無月経、脱毛、貧血などを起こすので、ある程度の栄養学の知識は必要です。多くのビーガン実践者が共通して言うには、ビーガン生活を実践する上ではタンパク質、カルシウム、鉄分、亜鉛、ビタミン B12 の摂取量に気をつけなければいけないということ。これらの栄養素は本来肉や魚、卵、乳製品に多く含まれ、特にビタミン B12 は野菜からの摂取も難しいため注意が必要です。特に授乳中の母親のビタミン B12 欠乏症は子どもに深刻な欠乏症や神経障害をもたらすとされており、必須脂肪酸のオメガ3脂肪酸、アルファリノレン酸およびそれらの誘導体についても、これらの脂肪酸から変換されるドコサヘキサエン酸 DHA が視神経や中枢神経系の発達に必須と言われていますが、ほとんどのビーガン食では含有量が非常に低いため、妊娠・授乳中のビーガンの母親は摂取を補う必要があるとする研究もあります。また母親がビーガンの場合、生まれてくる子どもの出生時の体重が軽くなる傾向があり、親に不適切なビーガン食を与えられた乳幼児が極度の栄養失調に陥り、脊柱奇形や骨折が発生したり、あるいは死に至った事例が何件か報道されています。ビーガンになった人は過度な肉食や加工食品の摂取など肥満の原因のほとんどを食生活から切り落としたために、急速な体重減少が起こるといいます。この急速な体重減少は体に非常に大きなストレスを与えるため、ホルモンのバランスに影響を与える可能性が指摘されています。またいきなり極端な菜食主義に移行すると、タンパク質摂取量の急激な低下につながり、体のタンパク質レベルが低くなったことで、より重要な身体機能の維持のためのエネルギーを節約するため、育毛が止まり脱毛の原因になるようです。急激な食生活の変化は体が慣れるのに追いつかず、栄養不足につながる可能性もあります。集中力の低下、頭痛、食欲不振、貧血など典型的鉄不足の症状が起こったら、一度ビーガン生活をお休みするなど臨機応変に対応することが良いようです。Shooting star rain, come and go,
And as you believe is fine. There's just a little bit of something here, a little bit of something, my dear. So I'll be as clear as I can. I'm not sugarcoated, just thought that you should know. Every time I close my eyes, you're the first place that I go in. I'm starting to notice all the reasons why you're taking me so high, baby, now, baby, now. Whatever you believe is right. There's just a little bit of something here, a little bit of something, my dear. So I'll be as clear as I can. I'm not sugarcoated, just thought that you should know. Every time I close my eyes, you're the first place that I go in. I'm starting to notice all the reasons why you're taking me so high, baby, now, baby, now. Cheer up the city and make it happy. Tokyo 854. Blooming Days. 日々これ良き日。今日ご紹介しているベジタリアンやビーガンの他にも、果物、トマト、ナッツ類など木に実り植物の生命に関わらない食品のみを食べるフルータリアンや、水やスープ、ジュースなどの液体や液状の食品を摂取する生活を過ごすリキッタリアン、水を摂取するだけで生活しているブリザリアンなど、さまざまな食事摂取の形態を持つ人々がいます。そんな中、日に当たり呼吸するだけで生きている気食主義者ブレザリアンという人々がいます。これらの人々は食物からのエネルギー供給を必要とせず、呼吸ブレスだけで生きているので、ブレザリアンと呼ばれています。食べ物も飲み物も何も口にしなくても生きていける嘘のようなお話ですが、そんな人たちが存在します。70年前から食べ物も飲み物も摂取していないとされる当時83歳のインド人プララド・ジャニさんというヨガの聖者もブレザリアンの一人。ジャニさんは子供の頃に女神の祝福を受け、以来栄養を取らなくても生きられるようになったと語っていましたが、
これを聞いた少数の人々がジャニさんの信者となった一方で、医療の専門家らは疑いを向けていました。ジャニさんは2003年、 AFP の取材に対し、口蓋の穴から得た不老長寿の霊薬により、食べ物や水がなくても暮らしていけるようになったと話していましたが、今から11年前の2010年4月、国防省傘下のインド国防研究開発機構が15日間にわたって医師30名が24時間体制で観察し続けるという実験が行われましたが、その間ジャニさんは食べることも飲むこともトイレに行くこともなく、液体と接触したのは定期的に行ったうがいと入浴の際だけだったといいます。神経科医は当時記者団に対して、ジャニさんがどのように生き延びているのか未だにわからない、これはどういった現象なのか依然謎だと語っていました。ジャニさんは昨年5月老衰のため90歳で亡くなりました。霞を食べて生きるという仙人のように不老長寿とはいかなかったようです。Cause every time we speak, I'm questioning the origin. And maybe this is just a mess that I made, boosting your ego just so you can gain. You don't have to hit my line, you ain't gotta play in us no more. We already crossing lines, I think we run this out of time. And you don't have to read my mind, out of time. I need space, you're all up in my mind and all up in my atmosphere, out of place and all over my brain, disrupting all my elements. And maybe this is just a mess that I chose, feeding your ego so maybe you grow. You don't have to hit my line, you ain't gotta play it nice no more. We already crossing lines, I think we run this out of time. And I don't need this on my mind,
日々これ良き日。本日は知っているようで知らないヴィーガンについてをテーマにお送りいたしました。今回このテーマを取り上げるまでは、お肉やお魚を食べないような食事コントロールをするスタイルがヴィーガンだと単純に考えていましたが、内容を知ることでヴィーガンの方がどういった考え方を持って実践しているのかということが分かり勉強になりました。私の周りには健康を意識してヴィーガンの食事方法だけを行っている人の話を聞くことがありますが、栄養管理についてはきちんとした知識がないと続けるのが難しそうなので、気軽な気持ちで始めるのは十分に注意が必要のようです。私自身はこの世に存在する植物も動物も全ての尊い命をいただいている、そして感謝しながら精一杯生きるという考えを持っているので、自分の体を維持するためにも食べ残しや無駄な買い物をすることなく美味しく食べて心身ともに健康でいられるよう今後も努力していこうと思っています。さて、本日の放送内容やお送りした曲のプレイリスト、放送後期など番組特設サイトに音楽と音声合わせてアップいたします。皆さんの聞きたい時間帯にお好きな楽しみ方をお試しいただければと思います。ここでもう一つの番組のご紹介です。明日11月30日火曜日夜の10時からは 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジにて、こちらのブルーミングデイズ日々これ良き日のスピンオフ番組ブルーミングデイズプラスをお届けいたします。明日はこの日が水木しげるさんの命日ということで、妖怪をテーマにお送りいたします。なおこちらもポッドキャストでお聞きいただけます。続いてこの後の番組のご紹介です。午後4時からはスーパーミュージックワイド、毎週月曜日は名曲サボゼロニモからジャンル年代を超えたえりすぐりの曲をお送りいたします。なおプレイリストはアメブロのパーソナリティブログに掲載いたしますのでご覧ください。続いて午後5時からはおかえり854、パーソナリティは原ちゃんでお送りいたします。それでは今週もマスクや手洗い消毒など感染症対策をしっかり行い、体調管理をしてまいりましょう。今日ここまでのお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子でした。東京854の皆さんとはまた来週、そしてココラジの皆さんとは明日夜10時にお耳にかかれますことを楽しみにしております。今日はこの辺で。ブルーミンデイズ日々これ良き日。